こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ知ってた？琵琶湖って日本で一番大きい湖なのよ。おいおい今更だな。日本人ならほとんど知ってるだろ。しかし突然どうしたんだ？そうなの？この間、滋賀県の番組をやってて、それで聞いたから。ほうほう、そうなのか。どんな内容だったんだ？滋賀県の特産とか、観光地よ。彦根城と彦ニャン、船寿司なんかもやってたわ。でも、琵琶湖に関係してることが多かったわね。湖の中に鳥居があったり、ブラックバスが増えて困ってるとか、すごく古くからある湖だとか。俺の知ってる知識だと、琵琶湖タワー、小本温泉、湖西線、平和堂、ピエリ森山だな。そんなのやってなかったわよ。おかしいな。結構有名だと思うんだが。時々思うんだけど、マリサの知識って偏りがあるわよね。そんなことないぜ。俺の知識は一般的なはずだ。まあいいわ。ところで今日はどんな解説してくれるの？そうだな。じゃあ、琵琶湖つながりで、琵琶湖で起きた事件について解説しようか。いいわよ。でもなんだかさっきの会話が前説みたいで、ちょっとやらしい感じになんないかしら。うっせえわ。うちの視聴者様は、そんな細かいことにはこだわらない、大きな心を持っている。大丈夫だ。了解。じゃあ、早速解説よろしくね。みんなもそれじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件は2008年5月17日に、琵琶湖で釣りをしていた釣り人が、遺体の一部を発見したことに端を発する。うわ、その釣り人も災難ね。そういう場に遭遇するのって、トラウマになっちゃうわよ。でも、遺体の一部ってどういうこと？その遺体は切断されていたんだ。ってことは、そう、バラバラにされた遺体が、琵琶湖に捨てられていた。この事件は、琵琶湖バラバラ殺人事件として知られている。警察の捜索によって、付近からその他の部位も発見されている。同一人物のものだったの？ああ、同一人物のものだ。どのように見つかったか、詳細について解説しよう。ちょっとショックの多い説明になるから注意してくれ。わかったわ。まず、近江八幡市牧町の琵琶湖岸で、足首から先がない両足が見つかった。警察が捜索した結果、6月23日までに東近江市と大津市、草津市の岸辺で、頭部、足首から下の左足、両手が見つかった。すべて同一人物の遺体で、司法解剖の結果、絞殺されたと見られている。結構広い範囲なの？半径15キロぐらいある。相当広いな。警察の捜査は大変だったでしょうね。でも、そこまで徹底的に捜査を進めたのね。偉いわ。頭部は右足の発見場所から約10キロ離れた、東近江市の砂浜で見つかり、比較的顔の特徴が残っていたんだ。さらに、DNA 鑑定で同一人物だと確認できたんだ。6部位の切り口はほぼ水平で、いずれも 4、5、3週間程度が経過し、警察は男性の死亡時期は、同年4月下旬から5月上旬と推定している。そんなバラバラなのに、そこまでわかるものなの？それに死因まで。そうだな。おそらく肺の中に水がない、頭部の鬱血、首の圧迫跡などから、そう判断されたんだろう。もしかしたら、首の骨が折れていたりしたのかもしれないな。警察の捜査力とか、司法解剖ってすごいわね。それじゃあ、被害者がどんな人か、すぐにわかったの？それが、被害者の身元はわからなかった。ほぼ全体は見つかったのに、わからなかったの？指紋とか DNA も調べたんでしょ？警察は徹底的に調べたようだぜ。だがわからなかった。被害男性は50歳から60歳で、身長170センチから180センチぐらいの小太り。白髪混じりの短髪で黒く染めている。左頬上部に大きさ約 1.5 センチのコブがあるが、3年以上前にはなかった可能性がある。血液型は O 型。靴の大きさは約26センチだ。それだけ特徴があれば、わかりそうに思えるけど。被害者に前科がなければ、指紋や DNA については警察にデータがない。照合の仕様がないし、頭部についても、湖水に浸かってしまっていたら、当然水を吸って元とは似ても似つかない状態だ。さらに捜索願いが出ていたかという点も気になるな。なるほどね。しっかり捜査していたけど、ハードルの高い捜査だったのね。そこで警察は、頭部から復元した似顔絵を作成し、広く情報提供を呼びかけることにしたんだ。似顔絵でわかるものなのかしら？でも、証拠も不十分だし、情報は少しでも集まる方法としては、他にないかもね。そして、この情報提供には報奨金制度を用いて、300万円の提供をすることも決めたんだ。太っ腹あくまでも、逮捕の決め手となる情報だがな。だが、少しでも被害者の無念を晴らすためには、どんな情報でも必要だ。警察関係者の執念が感じられるな。でも税金でしょ？パパッと払えばいいんじゃない？
そんなことはないぞ霊夢。報奨金制度は警察庁が主管だ。滋賀県警じゃない。何が違うの？滋賀県警は都道府県の警察、警察庁はそれら都道府県の警察を統括監督する、いわゆる上級省庁だな。だから、報奨金制度を使うには県警から申請して、警察庁が認可する形になるんだ。うんうん。でも当然でしょ。だが、これって県警の面目としてはどうだ？なんだか、自分たちが負けたみたいじゃないか？確かに、星を挙げられなかったぜって、刑事ドラマだと、悔しがったり、偉い人と揉めたりってやつかしらね。まあ、実際は事務的に進めるんだと思うんだが、現場の捜査官たちは、やっぱり悔しいんじゃないかな。自分たちの努力が実ることが嬉しいはずだしな。でも、被害者のこと考えたら、そんなこと言ってられないでしょ。そうだな。その通りだ。だから、何が何でも被害者の無念を晴らそうっていう、県警の執念を感じるんだ。そうね。まずは被害者の身元がわからないと、捜査のしようもないし、その情報からよね。報奨金制度ですぐにわかったの？県警は報奨金制度の対象事件として、ポスターやチラシを大量に作成して、情報提供を呼びかけた。だが、犯人どころか被害者の身元も、全くわからなかったんだ。どうしてかしら？可能性としてはいくつかある。一つ目は、捜索願いが出ていなかった可能性だ。出てないことってあるんだ。そもそも家族がいない、いても無関心、関係性が薄い可能性も考えられるな。どんな人かしら？まあ、家族との関係が悪い場合、本人の問題だけじゃなく、家族に問題がある場合など、家を出て関係を断つ場合が考えられる。また、家族がいない場合、年齢が高い場合は、両親も亡くなっている、兄弟姉妹がいない場合、周囲との関係性が薄いと、誰も探さないよな。聞いてると、ちょっと寂しくなるわね。探してもらえるって、実は幸せなことなのかもしれないわね。マリサも私がいなくなったら、探してくれる？お前はどこにいてもすぐわかるから大丈夫だろ。すごくうるさいから。失礼ね。だが、もしそんなことになったら、すぐに探し出すぜ。ふふ。やっぱり私のこと大事なのね。いや、お前に貸しているものを全部回収する。逃しはしない。一応愛だと思っておくわ。話を戻すぜ。理由の二つ目は、捜索願いが出ていたが、合致しなかった場合だ。そんなことあるの？霊夢、一年間の捜索願いは、だいたいどれぐらいだと思う？一万人ぐらいかしら？一年に八万人以上だ。ええー、そんなにいるの？出ているだけで8万人以上、もし出ていたらだが、それが毎年8万増えるとしたら、相当数だ。たとえ DNA があっても、照合は難しいだろうな。そんなにいるなんてびっくりしたわ。当然、みんなが亡くなっているわけじゃない。さっき言ったように、自分から連絡を絶って、別の場所にいるだけかもしれない。ただ年間、それだけの捜索願いが出ているのも事実だ。あまりいいこととは言えないな。寂しい気持ちが倍増したわ。悲しいわね。でも、一方で、探してもらえてるってことでもあるのよね。そうだな。それに捜索願いが出ていれば、結構見つかるようだ。ほぼ同数、毎年見つかっている。なんだ？じゃあ、捜索願いが出ていれば、結構見つかるのね。そう考えると、捜索願いが出ていなかった可能性もあるな。結局、情報は集まったの？2008年に通報があったんだ。この事件について、ある男が関与しているっていう情報が寄せられた。やったわね。報奨金制度が役に立ったのね。だがこれは、虚偽の通報だったことが判明する。どういうことよ？何のために？警察への嫌がらせなの？嫌がらせの部分は合ってるぜ。2008年7月11日、大阪府泉佐野市の41歳無職の女が、交際男性に腹を立て、男性を同事件の容疑者に仕立て上げる、虚偽の通報をしたんだ。血は喧嘩の復讐？バカじゃないの？しかも41歳にもなって、この女は軽犯罪法違反、虚偽申告の疑いで、書類送検されている。まあ、バカとしか言いようがないな。情報提供の呼びかけに、こんなのが反応するなんてすごく残念ね。全く被害者や警察をなんだと思ってるのかしら。全く困ったものだぜ。それ以外の情報はなかったの？まあ、虚偽だったわけだけど、身元はわかったのかしら。有力な情報はなく、身元は全くわからなかったんだ。それじゃあ、事件は迷宮入りになったんだ。そう、そう思われていたんだが、なんと事件発覚から、10年後の2018年、被害者の身元が判明したんだ。10年も経って？よく見つかったわね。情報提供があったの？県警は地道な捜査を続けていたんだ。県警が運転免許の非更新者から、所在不明者を探し、1年から2年前に男性の存在が浮上してきたんだ。
そして DNA 鑑定や、遺族への聞き取り調査の結果、身元や顔の特徴も遺体も一致したんだ。県警の執念が実ったのね。被害者はどんな人だったの？被害者は安市長原の職業不詳の K さん。当時39歳で建設作業員として勤務していた。39歳？最初の特徴で、50歳から60歳って言ってなかった？それだけ遺体の状態が、良くなかったんだろうな。バラバラで、しかも水に浸かっていたことも影響したのかもしれない。実は胴体は見つかっていなかったそうだ。だから、身長も確定できなかったんだ。考察されたのは、首に証拠が残っていたそうだ。ふむふむ。それで、その計算は誰の手にかかったの？容疑者として浮上したのは、ある男だった。この男は計算と草津市の建設現場で知り合い、事件前には草津市内の建設会社の寮で、一緒に生活していたんだ。そいつはどんな人だったの？詳細はわかっていない。まだ容疑者の段階なんだ。ってことは、この事件は解決していないのね。ああ、ここからはわかる範囲で話すぜ。この男は、別の死体遺棄事件で検挙されているんだ。別の死体遺棄事件？何？どういうこと？容疑者の男は、別件で死体遺棄、しかも遺体を切断して遺棄した事件の容疑者として、逮捕されているんだ。確定。こいつが犯人で確定よ。疑う余地ないじゃない？うん。でも2018年頃の話でしょ？まだ解決していないってどういうことなの？この男が犯人として、裁判になった情報はないんだ。腑に落ちないわね。ここまでの状況だと、まず間違いないんじゃない？お金目的かなんかで、計算を泣き物にして、バラバラにして捨てたんじゃないの？だって、他にもやってるんでしょ？間違いなく他にも被害者がいるわけだし、絶対こいつシリアルキラーとかそんなんよ。まあ、そう考えるのが普通だな。だが、以降の捜査の進展状況や、警察の発表がないことを考えると、具体的な証拠の発見がない、または自白が引き出せていないんだろうな。どうしてかしら？ここまでヤバい内容なら、有罪にできそうじゃない？まず、発生から年数が経ちすぎてること。当時を知る関係者が見つかりにくい上に、記憶も曖昧で証拠能力としては弱い。さらに凶器や遺体の解体に使用した道具など、証拠がない。また男の遺留物が計算の遺体などから、見つかっていない可能性。さらに、別件での検挙ということは、手慣れている可能性も考えられる。もしかしたら、暴力団関係者など、裏の仕事の請負いをしている可能性なども、考えられるな。まさか、そんなことあるのかしら。K さんの遺体は6箇所から見つかった。これは、1箇所に捨てたものが、流れ着いたものじゃないんだ。ということは、そうだ。わざわざ違う場所に、捨てに行ったということなんだ。見つからないと、よほど自信があったのか、それとも、何？捜査関係者に見せつける、もしくは見せしめの可能性もある。そんな人間がいるのかしら。わからない。わからないが、身元の判明、その後の捜査と立件できていないことから見ても、明らかに不自然な事件だ。この容疑者の男は普通じゃない。どうしてテレビとかで特集されないのかしら。テレビで特集される事件は、遺族が情報収集に積極的な場合や、被害者が世間に訴えたいものが多い場合だろう。それに、テレビ局の都合もある。この事件は陰惨な上、情報が少ない。さらに年数も経過していることも関係あるかもな。なんだか釈然としないわね。どんな形にせよ、一人の人の命が奪われているのに。この事件には謎が多いな。だが、霊夢の言う通り、K さんが命を奪われるほどの理由があったとは思えない。それに、容疑者の男の怪しさ、不可解さはあまりに不気味だ。ぜひ真相を明らかにしてほしいな。そうね、このままじゃ納得いかないわ。それにこのままじゃ、この男は軽い刑で終わっちゃうんでしょ？そうだな。死体遺棄や損壊の法定刑は、3年以下の懲役、となっているな。こんなヤバい奴が、3年で世間に出てくるなんて、すごく怖いんですけど。確かに、明らかに死体遺棄だけじゃない、そう思う部分がかなり大きいしな。死因にも関係していると思わざるを得ない。警察にはぜひとも真相を明らかにして、罪に見合った刑を受けさせてほしいと願うぜ。それにしても、この計算も不運よね。こんな恐ろしい男が、本当に隣人として、同じ寮に住んでいたなんて。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら恐ろしいモンスターのような人間が、住んでいるかもしれない。私たちみたいないい隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。どうしたんだ霊夢。なんだか調子が悪そうだな。正月に食べ過ぎたのよね。ちょっと、お腹の具合と胸焼けがひどくて。言わんこっちゃない。あれだけ暴飲暴食をしてや、そうなっても仕方がないだろ。マリサのせいよ。はぁ？
何言ってんだ？人のせいにするなよ。マリサがあんな美味しいおせちを作ったり、極上のお酒を出すのが悪いのよ。おかげで初日の出を、富士山山頂で見れなかったでしょ。ちょ、お前何言ってんだ。むちゃくちゃだな。それに今、富士山で初日の出とか言ってたけど、そんな計画あったのか？やばすぎだろ。なんでよ。日本一の霊峰で初日の出を見る。最高じゃない。いやいや、無理だから。冬季の富士山とか死亡フラグだぞ。結果的には霊夢が、飲みすぎ食べすぎでよかったぜ。くぅ、しょうがないわね。富士山は来年に回すわ。今年の年末年始は、ドカ食い気絶部の活動を師匠としてこなしたことで、満足してあげるわよ。なんだ？そのドカ食い気絶部って。私は、がっつり飲み食いして血糖値を急上昇させ、そのまま気を失うように眠る、通称、ドカ食い気絶部の師匠なの。なんだ？そのふざけた活動は。バカにしないでよ。この活動には、約1000万人の参加者がいるのよ。しかも日本国内だけでね。お前それ、日本国内の、糖尿病を強く疑われる人の人数じゃ。ふふ、気づいていないだけで結構な人がすでに、ドカ食い気絶部に入部しているの。その師匠なんだから、マリサももっと私を敬いなさい。いや、普通に病院行けよ。糖尿病は恐ろしい病気だ。進行すると失明や、場合によっては、足を切断することにもなるんだぜ。早めの治療と、血糖値のコントロールが大切なんだ。私は大丈夫。心眼を持ってるから失明の恐れはないし、そもそも、足はないな。頭だけだしな。私のセリフを取らないで。まあいい。霊夢の血糖値コントロールが、俺の日課に追加されるわけだな。やれやれ。じゃあ、解説が終わったら血糖値測るぜ。私、あの針刺すの怖いんだけど。じゃあ解説を始めるぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日の事件は、福岡美容師、バラバラ丸人事件だ。事件は1994年、福岡県福岡市の美容室で起きた。美容師がバラバラにされたの？それとも、美容師がバラバラにしたの？そのどちらも正解だ。加害者が上司の女性であったことや、丸体がバラバラにされ、非常に損傷が激しい状態で捨てられた。猟奇的な犯行であったことから、当時センセーショナルな事件として、ワイドショーでは大きく報道された。被害者も加害者も美容師ってことは、職場内のトラブルってこと？ああそうだ。この事件を起こした犯人、その名前は、飯文子。飯文子という名の女は福岡市生まれ。父親は地方公務員、母親は教師という、ごく一般的な家庭で育った。ふーん、まあでも、公務員と教師なら、モラル的にはしっかりしてそうだけど。霊夢、一概にそうとは言えないぜ。一見、お堅い職業でちゃんとしてそうでも、家庭内がうまくいっているかどうかは別だ。むしろ、自分たちができたからこそ、子供ができないことが理解できない親もいる。でも経済的な裕福さは、教育水準とかにも関係するでしょ？そのあたりは安定してそうだけど。確かにそういった一面はあるな。彼女の父親は、アパート経営を行う資産家でもあった、との話もある。ってことは、ああ、霊夢が言っていたように、家庭は裕福だったため、中学から短大までは、地元の名門私立女子校に通っていたそうだ。経済的には、恵まれてはいたわけよね。そうだな。だが、母親と彼女の関係は、あまり良好でなかったとの話もある。どんな関係だったのかしら。後に、E が獄中で書いた式には、高校3年生の時に E 自身が、甲状腺機能障害に、苦しんでいた時の様子が記されている。その時の母親は、E がどんなに体がきつい、と言っても認めてくれず、病院で見てもらうことも許されず、気のせい、若い者が何を言う、と一切心配する様子を見せなかったそうだ。どうして子供がしんどそうにしてるのに、そんな心配しないものなの？一概には言えないが、E の母親は、自分の知識や経験外のことについて、理解しようとする努力ができなかったのかもな。自分のわからないことを、ないものとして扱う、そういう人もいる。共感性が低い、例えば ASD、自閉スペクトラム症などの障害。こういったものが、母親にあったのかもしれない。思春期の女の子が、母親に共感してもらえないと、ちょっと辛いわね。しかも母親は教師だ。となると、学校に行って当たり前、しんどいのはサボりたいから、とか言いそうね。まあ、会社の上司にはしたくないタイプだな。ただこれは E の視点だから、どこまで事実かはわからない。ただ、裕福だから幸せだったわけではないだろうな。成長期の精神的な欠損、わだかまりはあったのかもしれない。それが犯行につながったってこと？どうだろう。ただ式で E は、子供ながらに、本当にこの人は母親なのかと思った。と述べている。影響があったかはわからないが、E 自身の心に、苦しみを与えたのは間違いないだろう。
この頃の苦しみが、徐々に彼女を歪んだ人格へと、変化させてしまったのかしら。ふむ、それじゃあ、続けて E の状況を見ていこう。E は卒業後、インテリア会社に勤めている。だが1年ほどで退職し、タンクローリー運転手の男性と結婚。二児の母となり、専業主婦として幸せな生活を送っていた、と思われる。そして、10年ほど経った頃、住宅ローンの返済を目的に、友人から紹介された、この事件の舞台となる美容室で働き始めている。巡り合わせって怖いわね。もしその美容室で働いてなかったら、事件は起きなかったかもな。ただ、E は裕福な生活に、慣れていたのかもしれない。美容室にタクシー通勤したり、休みの日には外車を乗り回すなど、平均以上の生活であったようなんだ。いやいやいや、ローン返済のための仕事じゃないの？タクシーで通勤って、ちょっと変よね？まあな。育った家庭環境は、後々の金銭感覚や様々な価値観に、大きく影響を与える。それに結婚して子供ができ10年。家庭に閉じこもっている生活に、飽き飽きしていたのかもしれない。仕事はどうだったの？きちんとできていたの？ああ。経理事務として働いていたんだが、彼女の仕事ぶりは、非常に評価されていたようだ。2年ほどでマネージャーに昇格している。仕事は結構優秀だったのね。そうなんだが、ここから彼女の転落が始まる。何が起きたの？この頃から、税務を担当する男性 A との、社内不倫が始まったんだ。不倫？ダメ、絶対。なんだ霊夢。この間まで、結構憧れるとか、言ってたじゃないか。どうしたんだ？いや、だって、この間の解説で、マンホールに捨てられた人いたでしょ。それに、結構こういうので、人生を可視くしちゃう人、多いじゃない。それに子供もいるのに何やってるのよ。霊夢がまともな感覚になってくれて、俺は嬉しいぜ。全くその通りだな。だが禁断の恋は盛り上がる。しかもこの男性 A も既婚であり、初めは食事やドライブへ行ったりする程度の仲だったが、ハワイへの社員旅行で肉体関係にまで発展し、これをきっかけに二人の関係は、さらに深いものになっていく。この男の方も既婚って、ダメじゃないの？じゃあ、男も女も遊びだったってこと？まあ、最初はそうだったろうな。ただ男性 A の方が、女性と遊び慣れていた。女の扱いの上手い A に、E は溺れていくんだ。そして、E の積極的な提案で、密会用のマンションを借りるまでに至ったそうだ。これはあかん、あかんやつや。しかも実はこの関係、二人は隠しているつもりだったんだが、美容室の従業員の間では、周知の事実だったそうだ。同僚も迷惑よね。こういう人たちがいると、士気も下がるし、ほんと困るのよね。ただ、このいびつな関係の中で、E には気がかりなことがあった。何？関係がバレて、離婚になっちゃうこと？いや、そうじゃない。それは不倫相手の A が、同じ職場の従業員である I さんの話題を、頻繁に出すようになったんだ。そっち？どれだけ男にハマってるのよ。どうしようもないわね。I さんは E の1年ほど後に入社し、美人と評判で、美容師としてのキャリアは10年以上。さらに指名客は100人以上おり、技術コンクールでも、優秀な成績を残していたそうだ。すごいわね。かっこいいじゃない。技術もすごいが性格的にも仕事熱心で、男性の誘いより、仕事優先な一面もあったようだ。E は A が I さんのことを話すたび、不安に苛まれ、不信感を抱きながら、A と I さんの関係を疑い始めていく。A に直接問いただすも、そんなことはない。と否定されるが、E は信じられない。そしてついには、更新所に調査を依頼するんだ。ちょ、不倫相手の浮気調査を探偵に依頼？どうかしてるわよ。まあ、ダブル不倫の時点でだいぶどうかしてるが、ことここに至ると、もう手がつけられないな。それに A が I さんの話題を出しただけで、ここまでの行動に飛躍するとは、かなりヤバい状態だな。で、調査結果はどうだったの？二人にそのような事実はないため、更新所の素行調査の結果は、もちろん白だった。じゃあ、E も一安心ね。いや、E は自身でも I さんを尾行したようだぜ。ただ、二人の関係を示す証拠は、一切出なかった。怖っ。もはやストーカーね。愛というより執着心、妄執だわ。すべての状況が A と I の関係を否定している。それでも E の妄想や邪推は止まらなかった。やばいやばいわ。早く誰か止めてあげて。I さんのために。E の暴走は加速する。とうとう I さんに無言電話をかけるまでになり、行動はどんどんエスカレートしていく。それだけ A に対する執着が強く、自分だけを見ていて欲しかったのかしら。ところで A は、E の行動に気づいていたの？そのあたりはわからない。だが、自分たちの不倫関係が公になるのでは、と危惧し始め、そろそろ E との関係を終えたいと考えていた。そのため、わざと I さんの話題を出し、I さんに好意があるような素振りをした。とも言われているんだ。
ちょっと。何よそれ。巻き込まれた愛さんにとっては、ただただ迷惑な話でしょ。やっぱり不倫するような男は、ろくでもないわね。E との関係解消を考えた A は、マンションの解約と、別れることを E に提案する。E は、間違いなく愛さんの存在が、A をそうさせていると考え、より愛さんに憎悪を抱いてしまう。いよいよまずいことになってるわね。この頃、マネージャーになっていた E は、経営や人事にも口を出し、美容室内では、女帝のように振る舞っていたそうだ。さらに A との別れ話もあり、愛さんへの理不尽な行動は、日に日に目に余るものになっていく。嫉妬って怖いわね。ああ。もはや何も見えていない、恋は盲目とはよく言ったものだが、さらに美容師の総リーダーになるはずだった、愛さんの人事に猛反対し、阻止したということもあったそうだ。もともと E は、被害者意識の強さに加えて、プライドが高く、激高しやすい部分もあった。また、仕事熱心な愛さんは、口も達者で、E と対等に言い合い、気の強い者同士、折り合いは悪かったようだ。もはや衝突は避けられない状況だったのね。ここまで来ると、どうしようもないわね。このような経緯もあったからか、愛さんは退職を決意する。そして退店以降と、別の店に移ることを伝えるんだ。話の通じない人といても、どうしようもないものね。正解だと思うわ。あとは、無事に辞めれたらいいんだけど。そして愛さんは、退職手続きのため事務所に来る。だが間の悪いことに、E が事務所にいた。まあ、退職手続きのために、E がいたのかもしれないんだが。会っちゃいけない二人よね。でも、事務所なら他に人もいるし、大丈夫でしょ。まあな。だがここで、愛さんの家の今までの不満が爆発し、二人は口論となってしまう。愛さんとしては、待遇に対する不満、悪口を言いふらされたことへの怒りを、抑えきれなかったんだろう。まあ、そりゃそうよね。不倫してる連中に、わけのわからない嫌がらせされてるんだもの。腹立つのはわかるわ。そしてその翌日、E は A から、マンションを解約したことを告げられ、二人の別れは決定的なものとなった。このことで E としては、昨日の口論も相まって、すべて愛のせいでこのような結末になった。と怒り浸透。愛さんに憎悪を募らせていく。濡れ衣よ、って言っても、聞くわけないわよね。そして E は、恐ろしい行動に走るんだ。次の日、E は愛さんに、退職手続きに不備がある。と言って事務所に呼び出し、またも口論をする。もともと A と愛さんの関係を疑っていた E。前日に別れを切り出された怒りを、ここぞとばかりに愛さんにぶつけたんだろう。A さんとの関係を、問いただしたのかもしれないわね。無駄なことなのにね。愛さんからしてみれば、ありもしないことを疑われて、たまったもんじゃないわ。そうだな。だが E は怒りが収まらず、用意していた包丁で、愛さんに襲いかかった。押し倒して馬乗りになり、愛さんの命を奪ってしまう。なんてことなの。すべて E の誤解じゃない。そんな理由で命を奪われるなんて。E は、どうにかして丸太を運ぶ必要があると考え、愛さんの丸太を、ノコギリを使いバラバラにした。力の弱い女性が丸太を運搬するためには、解体が必要と考えたんだろう。11個に小分けし、それぞれビニール袋に入れた。この一連の作業には、3時間以上かかったそうだ。そして、残りをゴミ集積所に捨て、一旦、平然とした様子で、美容室の研修へ向かった。どういう神経なのかしら。もはやまともじゃないわね。現場はどうしたの？すごい惨状じゃ。この研修前に丸外現場は、E が綺麗に清掃したそうだ。そして研修後、その後バラバラにした丸太を捨てる場所を探すため、レンタカーを借りて出発する。当初、学生時代にたびたび行ったことのある、阿蘇山付近の雑木林に、丸太を捨てようと考えたようだが、開発が進み、別荘が立ち並んでいたため、すべてをこの場所に捨てることを断念した。そのため、ひとまず両足の身を行き、他の捨て場所を探しながら、熊本市内を運転し続けたんだ。恐ろしい。そして熊本駅のコインロッカーに胴体、さらに玉名パーキングエリアのゴミ集積所に、右手首と左腕を捨てた。次の山川パーキングエリアでは、左手首と右腕を捨てている。凶器となる包丁は、走行途中に窓から捨てたそうだ。微妙に計画性がないわね。感情のまま行動してたのね。最後に頭部の捨て場所が、なかなか見つからなかった E は、自宅近くのゴミ集積所に位置した。この時 E は、捨てる場所を探すのに、400キロ以上車を走らせた。必死に捨てる場所を探して、焦りながら運転していたのかしら。どうだろう。ようやく恨みの相手を消したという、優越感に浸っていたのかもな。だが、ずさんな行動だ。すぐに犯行が露見する。玉名パーキングエリアで遺棄された左腕を、清掃員が発見したことで、この事件は世間に知られることになった。あれだけ揉めてたんだから、動機は十分だし、すぐに捕まっちゃうんじゃないの？ああ。
捜査が進み、様々な場所から丸太が発見されていく。ただ、頭部と右手首、犯行に使用されたと見られる出刃包丁は、発見できなかった。捜査では当初、猟奇性が高く、複数犯による犯行や、性的異常者による犯行との見方もあった。確かにバラバラにするって、相当イカれてるわよね。だが、事務所内から愛さんの血痕が発見されたことで、仕事関係者の犯行であると絞られた。E は事件後愛さんの自宅へ、新しいお店での活躍を祈っています。などと書いた手紙を送ったり、次はお前の番だ。と書いた脅迫状を自ら作成し、自分の家に届くようにして、そのことを A に相談しながら、自分にも身の危険が迫っていることを自作自演して、偽装工作を行っていた。でも、仕事関係者で、それだけの動機を持ってるのは、まあそうだな。すぐに E の犯行だと分かってしまった。さらに物証として丸太を包んでいた広告紙が、少ない発行部数であり、配布範囲が限られていたこと。犯人が丸太の運搬の際に通過したと思われる、高速道路の通行券から、E の指紋が検出される。さらに決め手となったのが N システムだ。N システム？ N システムとは、自動車ナンバー自動読み取り装置のことだ。この事件では N システムが、レンタカーのナンバーを読み取り、それが E が借りていた、レンタカーのナンバーと一致したことから、事件を早期に解決に導いた。これらの証拠から、警察は E が実行したと断定。逮捕されたんだ。E は逮捕されてから、どうだったの？まず、事件を起こした理由が、単なる嫉妬や勘違いであること、それだけの理由で、ここまで残忍な犯行を行う異常さ、これらのことが報道されると、かなり大きな反響があった。そして裁判で E は、愛さんが包丁を持って襲ってきた。と正当防衛を主張。丸太遺棄については認めたものの、丸害については無罪を主張する。それは、無理があるでしょ。さらに第二審では、覆面をかぶった二人組の男が愛さんを丸害した。との主張を展開したり、不倫をネタに恐喝されていた。愛の差し向けた男二人にレマルプされた。など言いたい放題だった。丸人に口なしってことかもしれないけど、自己正当化しすぎよ。やっぱりこんな犯罪を犯すってことは、そういう自己中心的な考えが、強いってことかもね。こういった主張が影響し、後半は1年以上続いた。さらに最高裁まで争うことになったんだ。その間E は、正当防衛を訴え続けるんだが、それで裁判はどうなったの？何度も愛さんの首を刺していること、脅迫状を捏造したことなど、正当防衛であれば、このような行為には及ばないと判断された。これらのことから、明確な丸いがあったと認定された。また、丸太解体を決意したのは、事件後わずか5分から10分で、さらに解体は約3時間で済ませている点、スーツケースを用意していた点など、犯行は計画的で巧妙と判断されたんだ。そして、虚偽の供述を繰り返すなど、悪質性は極めて高いと、検察の求刑17年に対し、懲役16年の判決が下された。ちょっと短くない？無期懲役でもいいように思うけど、丸人だからだろうな。しかも物は取ってない。計画丸人だから、量刑が低くなった可能性はあるんじゃないか？それにしても、愛さんの遺族は納得できないでしょうね。そうだな。獄中でEは、告白、美容師バラバラ丸人事件、という本を出版し、反響を呼んだ。内容は、この事件に対する言い訳を並べた稚拙なものと、酷評されているがな。E は自己憐憫に陥りやすかったようで、自身の置かれた状況を周囲に知ってもらい、同情して欲しかったのかもしれない。もしかしたら、母親との関係も、影響したのかもしれないわね。事件後、E は離婚。求刑通りであれば、現在出所していると思われるが、足取りはわかっていない。亡くなった愛さんと、E の子供さんがかわいそうよね。それにしても、ある意味引き金を引いた A って男、どう考えてるのかしら？ほんと、女の敵よね。まあ、社会的には、制裁を受けているかもしれないな。言っちゃなんだけど、受けててほしいわ。E が一番悪いけど、これだけのことをするのは、相当病んでたと思うのよね。そうだな。だが、自分がやったことには違いない。一人の命を奪ったことは、間違いないからな。やっぱり不倫とかは、ドラマだけの話にしないと、とんでもない結果になるわね。私も気をつけないと。霊夢が気をつけるべきなのは、詐欺とかマルチだな。不倫は相手がいないとできないだろ。失礼ね。私はいつもモテモテよ。ドカ食い気絶部の連中にか？よかったな。結構年齢層高そうだから、ご採用ができそうだぞ。どっちにしろ捕まりそうじゃない。マリサ、一年が始まったばかりでひどいわね。まあ霊夢、今年もよろしくな。元気に解説を続けていこうぜ。そうね。まずはドカ食い気絶部をタイプできるよう、健康に気を配っていくわ。
みんなも、健康には気をつけてね。霊夢が言うと何の説得力もないが、俺みたいな、健康有料児のような隣人だけじゃない。隣で知らないうちに、ぶっ倒れているかもしれない。そうね。って私のこと？ねえマリサ、三陰地方って、どんなところなの？また唐突だな霊夢。また旅番組でも見たのか？そうなの、なんだか穴場っぽくて、興味が湧いたの。どこかマリサのおすすめスポットってある？まあ、まず三陰地方って言ってもいろいろだ。島根、鳥取だけを呼ぶ場合と、京都北部、兵庫北部を含む場合とがあるんだ。私が見た番組じゃ、天の橋立とか、木の先温泉、鳥取砂丘とかやってたわ。天の橋立は京都、木の先温泉は兵庫北部だな。セットの旅行とかも多いぜ。鳥取砂丘は鳥取県。ちょっと距離があるかな。そうなんだ。島根県のやつはなかったのかしら？島根県民に怒られるぞ。三陰地方を取り上げてて、島根が少ないとか、ないとか舐めすぎだろ。でも、島根県ってマイナー県じゃないの？あんまり聞かないし。全島根県民が泣くぞ。島根には見どころがいっぱいだ。まず出雲大社、ここは外せないだろうな。日本全国の神々が集まるんだぜ。11月は神無月と呼ばれるが、ここ出雲では神龍月だ。他にも玉造温泉、足立美術館などもおすすめだな。それに海産物などの海の幸、出雲そばなどグルメも行けるぜ。美味しいものが食べられるなら、行ってみたいわね。いつ行く？お前は本当に行動力すごいな。まあ、ちょっと計画を立ててからにしよう。そういえば、島根で起きたバラバラ事件、一応の解決を見たんだっけな。何？その事件。島根女子大生死体遺棄事件、だ。島根県立大学に通う、女子大生が命を奪われた事件なんだ。解決したんでしょ？でも、一応ってどういうことなの？そのあたりも含めて解説しようか。わかったわ。じゃあお願いするわね。わかった。それじゃ解説するから、みんなも。それではゆっくりしていってね。事件は2009年11月6日に発覚する。広島県と島根県の県境に近い、広島県北広島町の我流山山頂付近で、女性の頭部が発見されたことに端を発する。山頂付近ってことは、登山中に襲われたのかしら？いや、違うんだ。頭部から採取した DNA 鑑定を行った結果、島根県浜田市で10月に6日から行方不明になっていた、19歳の女子大生と確認されたんだ。彼女は10月26日に、浜田市内のアルバイト先であるショッピングセンターを退店後、足取りが途絶えていた。登山中じゃなかったのね。アルバイトの帰りに襲われた可能性が高いわね。ああ、足取りが途絶えた後、10月28日に両親が捜索願いを提出している。連絡がつかなくなって、提出したんだろう。最悪の結果ね。ご両親はさぞ辛いでしょうね。かわいそう。彼女は香川県出身の H さん。行方不明になった後の、警察が捜査した結果、足取りはこうなっている。その日、彼女はショッピングセンター泉夢タウン浜田、3階の、アイスクリームショップのアルバイトを終えた。そして、アルバイト後に帰る姿が防犯カメラに残されていたんだ。夢タウンで働いていたのね。あそこって言う、トミーで、夢タウン、なのよね。あそこの歌、私大好きなの、歌えるわよ。You, 夢タウン You and me 夢タウンあなたと私の夢が膨らむ夢タウンってね。なんで歌えるんだよ。結構マニアックだな。それより、あんまり歌を歌うなよ。ジャスラックが来るかもしれないだろ。地元に愛される夢タウンよ。広島に本社があるの。中国地方に店舗が多いわ。よく祇園の夢タウンに行ったわ。祇園？京都のか？違いますー。広島のですー。広島の祇園店よ。今は建て替え中のはずだけど。妙な情報を突っ込むなよ。話が逸れるだろ。とにかく、彼女はアルバイト先から出るまでの足取りを最後に、確認できなくなってしまうんだ。夢タウンを出る、そこまでは無事が確認できているのね。ああ。しかしそこから先、H さんの住む島根県立大学の寮までの防犯カメラには、彼女の姿は映っていなかったんだ。じゃあ、その帰り道に襲われた可能性が高いわね。帰り道はどんな場所なの？アルバイト先から寮までは約 2.5 キロほどだ。人通りが少なく街灯もほとんどない。真っ暗だと言ってもいいな。途中にコンビニがあるが、その防犯カメラには彼女の姿は映っていなかった。つまりそこまでの間に何かがあったんだろう。真っ暗闇の中を徒歩で帰ってたの？危なすぎない？バスとかないのかしら？彼女がショッピングモールを出たのは、夜9時15分だ。最寄りのバス停は合同庁舎前。時刻表には21時19分とある。ちょっと厳しいな。でも、次のバスに乗ればいいんじゃない？次のバスは21時56分だ。40分近くある。
歩いていれば2キロ半、30分もあれば帰れるとしたら、霊夢ならどうする？迷うわね。同級生の話だと、大学生たちは、県立大学に向かうことを登山、町に向かうことを下山、と言っていたようだ。昼間は結構歩いている人も多かったようだ。バスの本数が少なく、不便だったようだな。1時間に1本とか？そうだ。地方の交通事情は厳しい。車やバイクなどの手段がないと、かなり制限されるな。じゃあ、普段から歩いているし、歩くことも、あまり気にならなかったかもね。歩き慣れた道、残念なことに、その帰路に彼女は行方不明となってしまう。そして前述の頭部発見となるんだ。警察は頭部の発見から捜索を開始、バラバラにされた遺体が発見されていく。ここからは、きつい描写もある。注意してくれ。わかったわ。覚悟して聞くわ。捜索の結果だが、7日に、林道入り口近くの雑木林から左大腿骨の一部、8日に頭部発見現場の近くで、両手足のない胴体部分、9日には左足首、19日には林道付近に落ちていた、動物の排泄物から被害者の爪が発見された。後日、すべて H さんの遺体の一部であることが確認されたんだ。ひどい状態だったのね。ああ。それぞれ遺体の状況は、通常の感覚を持つ人間なら、直視することすらできない残忍なものだったそうだ。そして結果的に、すべての部位は見つからなかったんだ。犯人が持っているのかしら？わからない。行方不明から時間が経過している。野生動物に荒らされた可能性もあるが。何？遺体の損壊状態から見て、犯人はかなり猟奇的だ。証拠隠滅のため、様々な方法を取った可能性もある。そんなに？ただの変質者じゃないのね。警察の遺体に対しての、捜査の結果は次のようなものだ。死亡推定時期は、2009年10月26日から31日。遺体の状況から、連れ去りに近い時間に死亡。頭部に殴打された跡がある。首を絞められた可能性が高い。遺体損壊に鋭利な小型の刃物が使用されている。最後の一文が、淡々としているけど恐ろしいわね。これらのことから、警察は捜査を開始。だが、捜査は難航するんだ。どうして？亡くなった H さんは、非常に真面目でいい子だったそうだ。交友関係や異性関係でのトラブルなどもなく、学業とアルバイトを中心とした生活で、問題となるような行動もなかった。つまり、彼女自身に犯罪に巻き込まれるような、可能性はなかったわけね。ああ。そこで警察は変質者や性犯罪者、行きずりの犯行など、様々な方面から捜査を進めることになる。近くのホームセンターへの聞き込みでは、ノコギリや刃物の購入者、容疑者と思われる写真での聞き込みなども行われたようだ。さらにポスターやチラシの作成、目撃情報の収集など、あらゆる手立てを講じている。さらには2010年2月26日に、捜査特別報奨金制度適用となった。事件発生から4ヶ月で適用を受けたのは、最短なんだ。それだけ重視していた事件なのね。この事件は島根県警、広島県警の合同捜査だった。さらに遺体の損壊状態など、猟奇的犯行対応も影響しているだろうな。警察官も人間よね。あまりにむごい惨状を見て、奮い立ったのかもしれないわね。警察の犯人像の見立て、プロファイリングはこうだ。被害者の通勤路沿線などに居住。一定の土地勘がある。20歳から40歳代ぐらいの男で単独犯。夜間から早朝にかけ遺体が運ばれる日中は我流山を訪れる人が多い。つまり地元民で、土地勘のある人間ってことね。そういったことを知らなきゃ、できない犯行だからってことよね。そうだな。特に遺棄現場の我流山については、特にそうだ。土地勘がなければ、選ばないだろうということだった。さらに警察の捜査は次のようなものだ。H さんの帰宅ルートで、通行車両などに情報提供を求めたり、事件前後に、我流山につながる道路を通行した車両や、後に発見された靴の、発見現場での、カンガルーバーがついた4駆車両の情報。さらに、同現場付近に不審な動きをしていた、黒のワゴン車の目撃情報。被害者の勤務先付近で目撃された、白いセダン。残虐なシーンのあるビデオを借りたもの。目撃情報被害者の交友関係に関する聞き込み。刃物購入者の画像分析。我流山に至る沿線の空き家の捜査。これは遺体損壊現場特定のため、2010年9月末までに、延べ6万人の捜査員を投入した、相当の熱量で捜査に当たっていた。成果はあったの？約1690件の情報が寄せられた。だが、犯人は逮捕できなかったんだ。2012年には、死体遺棄事件での公訴時効のため、容疑を殺人事件に切り替えて、捜査を継続することになった。何としても捕まえる、警察の決意を感じるわね。だが、犯人とおぼしき人物の手がかりは、用としてつかめなかった。
延べとはいえ、6万人以上の捜査員で調べて、手がかりがつかめなかったの？犯人はどんな人間なのかしら。でも、のうのうと生きているなんて、絶対に許せないわ。それにそんな奴が野放しだなんて、怖すぎるわよ。そうだな。その通りだ、霊夢。だが、犯人はのうのうと、逃げていたわけじゃなかったんだ。ん？どういうこと？捜査が進展したのは、2016年。容疑を切り替えて捜査を続けていた警察が、ある情報から捜査線上に浮かんだ男がいた。男の名は矢野義晴。事件当時33歳の男で、前科があった。その男が犯人なの？前科ってどんな事件？矢野は山口県下関市生まれ。成績もよく真面目な性格だったとの話が伝わっている。柔道もやっていて黒帯だったそうだ。なんだか犯罪者って感じじゃないわね。矢野の人生が変わり始めたのは、大学進学以降だろう。矢野は防衛大学校に合格していたのに、学校の推薦で福岡県にある、国立の九州工業大学夜間部情報工学部に進学。しかし、大学在学中にバンド活動にのめり込み、大学を中退してしまう。せっかく入った大学、しかも国立なのにもったいないわね。さらに、バンド活動でもうまくいかず、結局バンドもやめてしまうんだ。まあ、うまくいかないときは、何をやってもうまくいかないわよ。そういうときこそ我慢して頑張るものよね。まあ正論だな。だが、成績の良かった矢野にとっては、大きな挫折だったのかもしれない。そう考えると、その後の犯行にもつながるような気もするぜ。そうそう。前科って結局何なのよ。矢野は2004年、北九州市と東京都杉並区で、3件の性犯罪を起こした。ナイフで脅して、わいせつな行為をしようとして怪我をさせたそうだ。北九州と杉並区？離れすぎじゃない？矢野はバンド活動で一時期、上京していたんだ。性犯罪してるんじゃ、そのために行ってるようなもんじゃない。動機はわからないが、逮捕、起訴されて実刑を食らっている。懲役3年6ヶ月だ。それって重いの？軽いの？どうだろうな。犯行対応がわからないから一概に言えないな。だが、少なくとも初犯で懲役だ。怪我をさせたことを考慮しても、犯行の悪質性を裁判所は認めたんだろう。被害者からしたら、もっと刑務所暮らしが長くてもいいと思うけど。まったくだ。そもそも、この後の展開を聞けばもっとそう思うぜ。どういうこと？矢野は懲役が明け、実家に戻っていたらしい。そして事件の半年前に就職している。雇ってくれるところがあったんだ。前科があるのに？正直に言っていたかどうかはわからないぜ。おそらく申告はしていないんじゃないかな？まあ、3件もの犯罪で懲役刑じゃ、なかなか雇ってもらえないわよね。しかも性犯罪でしょ？再犯率高いらしいじゃない？矢野は事件当時は島根県益田市に住んでいた。仕事は住宅設備の営業マンだったようだ。ってことは、普段からいろんな道を車で走っていたってこと？そうだな。矢野は優秀な営業マンで、勤務態度も真面目だったとの証言もある。そして、事件のあった浜田市は、矢野の住む益田市と隣接している。そしてその営業担当範囲でもあったんだ。これはいよいよもって怪しいわね。でもなんで、矢野が捜査線上に浮かび上がったの？警察は2016年になって、性犯罪歴のあるものをもう一度洗い出した。さらに事件当日に現場付近を走っている車を、N システムで再度確認を行ったんだ。すると、ある車が不自然に、N システムを避けるように裏道を選んで、走っていることが分かった。これらの二つの捜査によって、矢野の存在が浮かび上がってきた。ついに警察の捜査の手が及んだわね。さらに矢野の周囲に聞き込みをすると、事件当時大変なことをしてしまった。と漏らしていたことが判明する。そして2016年夏、矢野自宅に警察の家宅捜索が入る。ここで決定的な証拠も見つかったんだ。どんな証拠なの？矢野のデジカメと USB メモリーが発見され、死亡直前に削除されていた画像を復元したところ、矢野の自宅の風呂場と室内で、1時間半の間に撮影された、57枚の画像が発見されたんだ。この画像にはおぞましいものが残されていた。もしかして、ああ、ここからはショッキングな説明もある。注意して聞いてくれ。映っていたのは文化包丁。矢野の足。被害者の頭部の切断前後、被害者の頸部を手で圧迫している画像、などだ。矢野の自宅の風呂場も映っていて、矢野の犯行で間違いないと判断された。そして書類送検されたんだ。書類送検？まず逮捕じゃないの？矢野を逮捕して、動機何かを自白させないと、これだけのことをしたんだから、極刑もあり得るわよ。霊夢の気持ちはわかるが、残念だがそれはできないんだ。どうしてよ、H さんの無念を晴らさないでどうするの？矢野はもうこの時、この世にはいなかったんだ。え？何？どうして？もしかして自ら命を？
実は矢野は、事件の発覚直後の11月8日、父親の墓参りの帰り道、山口県宮市の中国自動車道で、実はガードレールに激突し車は炎上。母親と共に焼死していたんだ。じゃあ、警察が探していた犯人は、すでにこの世にはいなかったって、そういうことね。現場にはブレーキ痕もなく、自殺である可能性も指摘されているぜ。だが、遺書などは見つかっておらず、事故か自殺かは永遠に謎のままとなってしまった。そんな、罪を償わせることはできないのね。しかも、被害者への補償もしないわけでしょ？もし自らそうしたのなら、さらに許せないわ。矢野の家族は母親と弟だけだった。そして、母親も矢野と一緒に亡くなっている。被害者への補償はされなかったろうな。間違いなくこの男が犯人なのよね？ああ。写真などの証拠、さらには事件発覚後の、不審な行動もある。事件が発覚した直後、会社に休暇の申請を出しているんだ。休暇の申請って、お墓参り？そうだ。突然の申し出はおかしいだろう。しかも母親と一緒に向かうわけだ。普通、もっと早めに申し出るんじゃないか。確かにね。そして、墓参りの帰り道、事故を起こし帰らぬ人となった。じゃあ、書類送検して事件は終わり？残念ながらそうなるな。だが被害者の遺族にとっては苦しみはずっと続く。あんまりな結末ね。被害者のご両親のことを思うと胸が痛むわ。それにしても、性犯罪者である矢野が、再犯をしている。しかも、その量規制から見ても、刑務所での更生はできなかったと言っていい。そうよね。もし、もっと長い刑だったり、刑務所で治療や矯正ができていれば、H さんは被害に遭わずに済んだはずよ。起きてしまった結果を変えることはできない。だが、こんな悲惨な事件が起きた要因や原因を、少しでも減らせるよう、取り組んでいかないとな。性犯罪者の更生については、自助グループもある。いわゆる認知の歪みや行動療法などによって、再犯を防ぐ取り組みも行われている。防げるものなの？劇的なものはないが、一定以上の効果はあるようだ。他の国だと薬物療法とか、GPS の装着なんかもあるんでしょ？ああ。近い国だと韓国が導入してるな。なんと再犯率が8分の1になったという話もある。そんなに、じゃあ、今すぐ導入しましょうよ。絶対その方がいいわ。気持ちはわかるがな、霊夢。プライバシーの問題も含め、人権に配慮しないといけない。政府はこう考えて慎重に検討しているんだぜ。いつも思うんだけど、犯罪者の人権を守りすぎじゃない？もっと厳しくするべきだわ。まあ、そういう意見もあるな。被害者からしたら、絶対そう思うだろう。前向きに検討してほしいものだぜ。GPS をつければ、ヤバい奴が隣に来ても、わかるかもしれないんでしょ？そういう運用じゃないと思うが、隣に怖い奴がいたら困るもの。今は周りの人はいい人ばかりだけど。そうだな。霊夢の隣人はみんないい奴でよかったよ。大丈夫。何かあっても周りのみんなと協力して、モンスターからは逃げ出すハイツも準備 OK よ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら恐ろしいモンスターになってしまった人間が、住んでいるかもしれない。ねえマリサ、山に登りましょうよ。当たり前のように山に誘うなよ霊夢。俺は危険なことはしない。なんでそんな、リスクしかないレジャーを、俺とやりたがるんだ？いいじゃない。澄んだ空気、木々の間からの木漏れ日、鳥のさえずり、どれも最高よ。それに山頂から景色は、それまでの苦労が吹き飛ぶぐらい、格別に違いないわ。陰鬱な森の中、獣の叫び声、野鳥の不気味な鳴き声、峰に隠れる太陽、強くなる風に、怪しい雲行き、どれも危険だぜ。よくそんなにたくさん、ネガティブ要素を取り出せるわね。ちょっと病的よ。大丈夫？いや、別に山に行かなくても、普段から早朝散歩するとか、ラジオ体操に参加するとか、いろいろあるだろ。なんで山に登りたがるんだよ。そこに山があるからよ。それ、ジョージ・マロリーの言葉ってやつだろ。本当は記者からなんでエベレストに挑むのか、って聞かれて、そこにエベレストがあるからって、答えたやつだぜ。マロニーって、あのお鍋に入れると美味しいやつ？中村玉緒さんが CM に出てたわよね。勝新太郎の奥さんだな。って、マロニーじゃない。マロリーだ。有名な登山家だぞ。エベレストに初登頂したかって謎、知らないのか？それ、この間、神々の頂って映画で見たわ。あれ、面白かったわよ。なんかマロニーのカメラがどうとか、一人で無酸素で登るとか、超大変そうだったの。あれを見た感想が、その程度とは。お前に山に登る資格はない、登るのが超大変そうって JK かよ。ねえ、そんなこと言わないで、一緒に山頂まで行きましょうよ。絶対いいことあるわよ。多分、
そこまで言う霊夢には、山頂にあるものが、必ずしも、いいものだけじゃないってことを、教えてやらないとな。どういうこと？また物騒な事件の話？またとか言うなよ。まあそうなんだが。やっぱり。それで、今日はどんな話なの？今日解説するのは、日本平山頂男性バラバラ殺人事件だ。バラバラって、また物騒な話ね。この事件は2001年5月15日、静岡県静岡市の日本平パークセンターで、男性の頭部が見つかった事件だ。頭部以外は、今現在も見つかっておらず、静岡県警が情報を求めている事件でもある。ってことは、未解決事件なのね。それにしても頭部だけって、不気味な話ね。ああ、それじゃあ解説始めるぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2001年5月15日、静岡県静岡市清水区草薙の、日本平パークセンター内にある、レストランの女性従業員が、センター西側にある変電室の裏に、新聞紙に包まれた不審なビニール袋を、見つけたことから始まる。不審なビニール袋？ああ。それは、複数のビニール袋で中身を縛っていたものの、動物が食いちぎるなどして一部が破れていた。そして女性従業員は、よくそれを確認して、恐ろしいものを目にする。なんとビニール袋の破れ目から、ミイラ化した頭部が見えてたんだ。いや、絶対そんなの見つけたくないわ。怖すぎるわ。トラウマものよね。そうだな。夢に見るだろうな。それを発見し、驚いた女性従業員は、すぐに110番通報する。発見した従業員は、最初はおもちゃかと思った。でも、それにしては厳重に包んであるので、おかしいと思ったと話していたそうだ。あまりに現実感がないと、一瞬、頭で理解ができないわよね。静岡県警は発見された頭部を司法解剖し、詳細を調べた。そしてその結果、次のことが判明したんだ。頭部は死後、1ヶ月程度経過していて、顎のあたりからノコギリのような刃物で、切られた痕跡が発見された。そして一部が白骨化していて、頭頂部の髪の長さは14センチくらい、白髪はなく染めていない黒髪だった。それじゃ、間違いなく誰かが切断して、捨てたってことね。ああ。そして頭部が包まれていた新聞紙は、静岡県西部で発行されるもので、日付は4月下旬のものだった。発見が5月15日ってことは、少なくとも4月下旬には、その人は、命を奪われていたってことよね。ああ。そしてビニール袋は、浜松市で営業している、デパート松菱のものだった。そして調査によってこの頭部は、静岡県浜松市に住む、当時30歳の T さんと判明した。身元がわかったのね、よかったわ。こういう事件って、どこの誰か、わからないことがあるし。そうだな。ただ、頭部だったことで判明したんだろう。もし足や腕だけだったら、わからなかったかもな。県警捜査本部は、T さんが別の場所で殺害され、パークセンターの上から投げ落とされたか、遺棄されたと見ている。どういうこと？T さんの頭部が発見された現場は、パークセンター西側の変電室の裏で、一般の人が立ち入る場所ではなかったんだ。なるほどね。それじゃ、少なくとも部外者が、発見が遅れると考えて、投げ捨てたってことなのね。ああ。だがこの場所は、日本平パークセンターの従業員の出入りがあった。従業員によると、屋上の展望台からゴミを捨てる観光客が、しばしばいたという。ちょ、マナーが悪いわね。そういう客は、きちんと取り締まりましょうよ。問題はそこじゃないだろ。っていうか、そういう客がいたから、パークセンターの従業員は確認していたのかもな。第一発見者の女性従業員は、15日も午前9時ごろ現場近くを通ったのに、全く気づかなかったと証言している。それじゃ、直前に、捨てられた可能性があるってこと？どうだろうな。ビニール袋が破れていることから、少なくとも動物が、袋を破ろうとした可能性がある。はっきりした遺棄時間はわからない。なるほどね。ここで T さんについて触れてみよう。T さんは事件の半年前の2000年11月頃、実家を出て浜松市内で一人暮らしを始めていたそうだ。母親とはたびたび連絡を取っていたようで、遺体発見1ヶ月前には、ひかりちゃんと名古屋で住むと、交際しているらしき女性の名前を出して、電話で伝えていた。交際している女性がいたのね。それに一緒に住むってことは、同性ね、愛する人と一緒に住む、憧れるわ。T さんは失踪まで、名古屋市厚田区に在住する女性と交際していて、2月下旬までは T さんとこの女性が、浜松市内の食堂やゲームセンターで、一緒にいるところを目撃されているんだ。2月下旬。4月下旬まで2ヶ月ね。何があったのかしら。警察が調べたところ、2月下旬以降、その女性も行方がわからなくなっていた。え？どういうこと？交際していた女性も消えてしまったの？ああ。
このことから警察は、この女性が殺人に関与しているか、あるいは T さんと女性が、事件に巻き込まれた可能性がある、と見ているんだ。二人とも消えるなんて、どういうことなのかしら。また捜査の過程で、T さんが事件直前に、和服の女性と歩いていたという情報もあった。和服の女性？それって、交際している人なのかしら？わからない。だが T さんの中学時代からの友人は、T さんからまずい女に引っかかってしまったと、電話で連絡を受けていたそうだ。まずい女？このまずい女というのは誰なのか、まだに判明していない。ひかりちゃんなのか、目撃されていた和服の女性なのか、真相は闇の中だ。まずい女ってことは、少なくとも、何か曰くがあるってことよね。もし同棲してる女の子なら、それ以前に何かありそうだし、和服っていうのが気になるわね。そうだな。和服を着ているということは、少なくとも普段着とは考えにくい。よくあるのは、お茶や舞踊教室の師匠や、着付け、着物販売。あとは水商売とか極道の女ね。ちょっと発想は飛ぶが、可能性はあるな。もし水商売とか、極道の女だと、まずいわよね。つつもたせとかありそうだし、何より岩下島さんみたいな人だと、本気でやばいわよ。いや、あれは映画だから。まず、この和服の女性、まずい女というキーワードだが、明らかになっていない。交際していた女性も、行方不明になっていることから、事件の進展がない状況なんだ。ちなみに T さんの頭部以外は、見つかったの？いや、T さんの頭部以外の遺体は、現在も発見されていない。そして犯人の特定にも至っていないんだ。遺体を人目につかない山中に、遺棄するのが普通だが、なぜ発見されやすいパークセンターを、犯人は選んだのか。謎だらけの事件なんだ。発見されやすいの？ああ。地図で見てもらえばわかるが、ちょっとした山になっているだけで、海も近く人も来やすい。わざわざこの場所を選んだ理由が不明だ。そうね。犯人からすれば、もっと山の中に捨てた方が安心できそうよね。そうなんだ。そして、他の遺体をどうしたのか、そのことも気になる。基本的にバラバラにするのは、運びやすくする、証拠隠滅の二つの理由が大きい。運びやすくする？そうだ。人の体は重たい。意識を失った状態では、女性には荷が重い。特に男性を運ぶのは困難だ。そこで運搬しやすくするため、解体することが多い。過去にも女性の殺人犯が、遺体をバラバラにしたケースは多いんだ。なるほどね。でも普通の神経じゃできないんじゃない？まあ、な。だが殺人という時点で、もはや常軌を逸してる。それにバレる、捕まるといった恐怖、その方が、解体の恐ろしさを上回るんだろうな。そして解体することで、息も容易になる。ちなみに、頭部は体重の10と言われている。60キロの人なら6キロだ。ちょっとした重さだけど、運べなくないわね。ああ。あまり考えたくはないが、自宅で殺害した場合、風呂場で解体すれば、血も流せる。さらに細かくすれば、ゴミと一緒に捨てることも可能だ。うへぇ。考えたくはないわね。現に、未解決事件の中には、ゴミ回収時に発見されたものもある。ただ頭部は大きい。細かくするには頭蓋骨は頑丈だ。だから、その部分だけ遺棄したのかもな。なるほどね。運搬と遺棄、そして証拠隠滅、すべてができてしまうのね。でもそれをやるのは、ああ、普通の神経じゃできないな。そして、行方不明の女性も気になる。彼女はどうなってしまったのか。そうよね。生きていれば名乗り出てきそうだし、犯人なら逃げたってことだろうし。どうなっているのかしら。残念ながら、未だに全てがわからないままだ。静岡県警は今も、T さん殺害事件の情報を求めている。ここでなぜ、バラバラ殺人が起こるのか、という点について触れてみようか。もう結構お腹いっぱいなんだけど。さっき言った通り、死体を分割して、捨てたり運んだりするのは、相応の時間と労力がいるんだが、それにもかかわらずたびたび起こっている。証拠隠滅もあるのよね？ああ。だが中には、相手への憎しみで、死体をバラバラにすることもあるんだ。また、死体を食べるために、バラバラにするといった異常な理由もある。げ。一番理解できない。いや、理解したくないわね。バラバラ殺人の犯行パターンは、怨恨、食べる以外のケースでは、大きく3つに分けられる。まずは廃棄隠蔽型。殺人自体の隠蔽、時間稼ぎのために、バラバラにする。死体がなければ、殺人自体も発覚しないといった、考え方をするパターンだな。まあこれは理屈としてはわかるわ。わかりたくないけど、死体が発見されなければ、被害者は、行方不明者か家出人の扱いとなって、即座に殺人事件と断定されないから、証拠隠滅や逃走の時間稼ぎができる。また、隠す時にも、大きなスペースを取らず分けて隠せる。
人間の形をしていないことから、気づかれにくいこともある。遺体を分割しているから、運びやすいという点もあるな。ちょ、やけに詳しいわね。もしの話なんだが、T さんの事件の犯人が女性ならば、遺体を運びやすくするために、バラバラにした可能性はあるな。女性が犯人でバラバラ殺人事件を起こしている例はある。次に公開挑戦型だ。これは警察への挑戦や、遺体の一部をわざと人目につきやすい場所へ、晒すことによって、異常性を際立たせようとするパターンだ。中には死体を使って、別のものを作る材料にするため、バラバラにすることもある。これは異常者ね。アメリカとかで多そうね。偏見かしら。日本でも、宮崎勤の事件などがそれだな。最後に制裁見せしめ型だ。暴力団などの組織が、組織にとっての邪魔者や組織の裏切り者に対して、制裁をするためにバラバラにしたり、復讐相手への見せしめ、制裁を行ったことを、周囲にアピールするためだったりする。麻薬カルテルとか、マフィアのやり口じゃない？映画とかで見たわよ。ちなみにバラバラ殺人事件という言葉が、最初に使われた事件を知っているか？え、最初の事件？最初に使われた事件は、玉ノ井バラバラ殺人事件だ。この事件の報道で初めて、東京朝日新聞によって用いられて、その後巻から状況が想像しやすいことや、名称としてインパクトがあることから、一般的に用いられるようになったんだ。またまた明日使えない知識を、ありがとう、マリサ。次に一例として、女性が起こしたバラバラ殺人事件に、触れてみようか。2006年12月に起きた、新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件だ。あったわね。ワインボトルで殴ったやつよね。この事件の発覚は、2006年12月16日の午前8時過ぎ。東京都庁のある西新宿、JR 中央総武線と山手線が交錯する線路脇の植え込みに、白いゴミ袋に入った、マネキンのようなものがあるという、通報があった。めちゃくちゃ、人通りのあるところだったのよね。通行人の110番通報によって、警察が現場に駆けつけたところ、二重のゴミ袋に入れられた切断遺体だったんだ。その遺体は胴体のみで、切断面からノコギリらしき刃物で、分割したとみられた。遺体は20代から30代の男性、4、5、1日から3日と推定されたんだ。当初、歌舞伎町に近い新宿という土地柄、被害者を外国人と断定して、暴力団関係者による犯行という見方が強かった。でも違ったのよね。同年12月28日、東京都渋谷区内の空民家の庭で、下半身のみの切断遺体が発見される。この下半身遺体と、西新宿で見つかった上半身遺体の DNA が一致。この遺体は当時30歳の会社員の男性と判明したんだ。被害者の男性は外資系不動産投資会社に勤務していて、かなりの収入を上げていたから、エリート殺人事件と呼ばれるようになった。そして、最初の遺体発見から約1ヶ月後、2007年1月10日に逮捕されたのは、被害者の2歳年上の妻だったんだ。そうよね。奥さんが捕まって、世間は相当衝撃を受けたのよね。しかもバラバラって、逮捕後に東京都町田市の芹ヶ谷公園で、頭部が発見された。妻は手首はゴミと一緒に捨てたと、供述している。ゴミにまさかそんなものが入ってるなんて、ゴミ収集の人も思わなかったでしょうね。この事件の経緯に触れてみよう。2002年11月頃に夫妻は知り合い、同年12月から同棲を始めた。そして2003年3月に結婚している。妻は妊娠を機に結婚したが、当時は法律事務所のアルバイトで、経済力のない夫と家庭を持つことに不安を感じて、同年3月上旬に堕胎しているんだ。夫は、金ならどうにかするから産んでほしいと、懇願したそうなんだがな。夫の方が子供が欲しかったのね。この堕胎で夫妻は結婚後数ヶ月で、不仲になったらしく、妻は夫から、ドメスティックバイオレンスを受け、心的外傷後ストレス障害を発症したと、供述している。どこまで本当かはわからないがな。むしろ夫が亡くなっているから、言いたい放題よね。逮捕後の供述で妻曰く、殺害直前まで続いた暴力は、結婚から1週間後に始まったと話している。妻は一時期、夫の暴力から逃れるために、シェルターと呼ばれる保護施設に避難しているんだ。また互いに不倫相手がいたとも供述している。それは、どっちもどっちね。2006年12月12日早朝、妻は、就寝中の夫を、中身の入ったワインボトルで殴り、殺害してしまう。自宅で遺体を切断し、その後自宅をリフォームするなど、隠蔽工作も図っていることから、計画性ある犯行と考えられた。一方で事件の2日後にタクシーを使い、上半身を東京都新宿区の路上へ遺棄している。持ち運びに疲れたために、下半身を東京都渋谷区の民家に遺棄し、バッグに頭部を入れ電車に乗り、
東京都町田市の公園に遺棄した、と供述している。このことから短絡的な犯行とも言われているんだ。あまり賢いとは言えないわね。場当たり的というかなんというか、衝動的だったのかしら。この供述から考えると、このバラバラ殺人事件は廃棄隠蔽型の事件と言えるんじゃないかと思うぞ。妻逮捕の決め手となったのは、夫の上司が自宅マンションの防犯カメラで、帰宅する夫の姿を確認したことだ。それ以降、夫はマンションを出た様子がなかった。違った形で出て行ったわけね。この事件は映画の題材にされて、光を当てて絞るが、2016年12月3日に公開されている。興味がある人は見てみたらどうだ？今の話だけで、お腹がいっぱいだわ。日本の刑法上、死体を分割することは死体損壊罪であるとともに、死体遺棄罪も適用される。つまりバラバラ殺人は、殺人事件であるとともに、殺人損壊遺棄事件でもあるんだ。警察の発表では、殺人死体損壊事件となる。もちろんその分、罪は重くなる。日本国内で一番最初にバラバラ殺人があったのは、1919年とされている。1919年は大正時代だな。この事件は鈴弁殺し事件と呼ばれている。東大農学部卒の農商務省技師が、株式投資の失敗による借金を返済するため、外賠償に特別待遇すると嘘をついて、現金を要求していたが、特別待遇を必要に迫られたのでバットで撲殺し、金のこぎりで遺体をバラバラに切断して、トランクに詰め、信濃川に流したという事件で、犯人は後に極刑となった。また翌1920年に大阪で発生した、六反池殺人事件の加害者は、鈴弁殺し事件を参考にしたと供述していて、これも後に極刑となっている。結構昔からあったのね。それから近年に至ってもたびたび、バラバラ殺人が起こっている。バラバラ殺人事件で有名なのは、井の頭公園バラバラ殺人事件じゃないか？これは廃棄隠蔽型で、被害者の身元を特定されにくくした点がある。頭部だけが未だに見つかっていないな。この事件は2009年に、未解決のまま公訴時効を迎えていて、未解決事件となっているぞ。近年で世の中を震撼させたのは、座間9人殺害事件だな。あれは、ひどかったわね。まさかあんなことが起きるなんて。普通に生活をしていても、身近にもしかしたらバラバラにされた遺体があるかもしれない。いやいやいや、怖すぎるでしょ。そう考えると恐ろしいものだな。ふと、日常の中で遺体の一部なんて、見つけたくないものだしな。まったくよ。本当に怖いのは人間って、よく言ったものね。人間が一番怖いわ。いや、人間に見えるだけで、人間じゃないかも。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。